Ivy! なんで？残された方法は一つのみのようだな。パフ、本気か？そんなことをすれば。わかってる。実を言うとね、私、怖い。でも、他に道はない。いいえ。もう一度、最後にあの人に連絡を取ってみましょう。わかった。試してみる。私の声が聞こえる？ OS の中の能力者さん？もし聞こえているのなら、すべてを見ているのなら、どうか手を貸してほしいの。お願い！お願いします。答えて。よかった。手を貸してくれるの？ありがとう、ありがとう！よかったね、アロマッチ。私、コリン・ニューマン・ジュニアからも、あなたに最上級の敬意を。ミスター・ジャクソン、さあ、私たちの作戦をお教えしよう。ああ。よく聞いてくれ。二人で行えば、一人に対するダメージは半分で済む。だが、それでも危険であることには変わりない。俺の指示通りにやるんだ。ロボの準備もできてる。よし、始めよう。外の状況はどうだ？ロボは大丈夫。外は今、サバーさんとミラーさんがどうにかしてくれてるからしばらくは問題ない。精神を削ろうとしているだけだ。この日はお前にそのような世界を作ってやりたかった。だがこれからこの前が自分で作るんだ。彼女の記憶は OS 空間の記憶と混同し始めてる。今なら、でも急いで、
ロボが耐えられる負荷はもう限界まで迫っている。勝手に出入りできる状態ではないということか。ロボ、何をしてるの？もうやめて。このままだとあなたは。もう誰も殺したくない。私は